始まりました、キューちゃんオートです。本日ですね、川口オートレース場の4日間開催の今日が3日目ということでですね、今日は準決勝の模様をやっていきたいと思います。レースの方は7レースからやっていきたいと思います。今日本場に来ました、水木に会いに来ました。ちょっとね、様子がすごく心配だったので、まあ大丈夫かなと思って見に行きました。途中からですね、自宅に帰ってまたやっていきたいと思いますので、今日はとりあえず水木を見に来ましたということで、7レースからご覧ください。よろしくお願いいたします。スタートまで10秒前。さあ1本目の7レースですね。ここは神ちゃんが 3-4 という一生タイムずば抜けてます。ここはいくら調子があんまり良くないと言っても言ってくれるでしょう。スタートしました。判定0のマイクですから担当が飛び出しました。次の1歳に1歳の10メートル線ではまったり後ろから西村がスタート。さあ神ちゃん7号車も食ってった。さあ行ったぞ西崎さん。さあ上地上がってこよう。さあそこでかわしちゃう、5番までかわしちゃう。よっしゃ、一社一社さばいていけば大丈夫。そうだ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 。うわ6人いかれた。そうだそうだ、大きく大きく大きく、そう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 、まだ間に合う、十分間に合う。そう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 、それでいい、それでいい、神ちゃんそれで大丈夫。スピード乗ってる、スピード乗ってる、開けて開けて開けて。外でいいよ、外でいいよ、大きく大きく大きく回ろう。そうそう、スピードはある、スピードある。確実にさばけるところで、そう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 。さあそこで中だ。さあ最後しっかり西村さんをしっかり食べて、よっしゃそこで切り替えよう。外か、ちょい差し行け。いや行けないわ、届かないよ。8レースですね。ここはもう水木出る代わりにはもう頭だ、しっかりねスタートから行って一射一射さばいて、水木頭までゴールまで目指してこい。さあ行け。よし、スタート悪くない。牧野さんまずさばいちゃう一周で、そう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 、よし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 。よし早い。
よし、吉松さんの近くまで行っちゃおう。吉松さんの近くまで行っちゃおう。大きく回って、大きく回って、そう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 。よし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 、池水木、ここでコースを強くしてインコースから一気に突き抜ける。先コーナーでは小林が先頭。よし頭だ。2番手岩本、3番手山本、4番手に吉松、後ろから牧野が中段を張って上がっています。3周回小林水木が先頭だ。岩本、山本が続いております。ここで切り返して山本、いや3コーナーで山本の100番手の位置。リンダが来たよ。マジか。リンダは買ってねえぞ。おい、いやリンダ薄めだな。よし水木、あと1周頑張れ。しっかり。よし。オッケ決勝進出、ここ一番人気です。スタートまで10秒前。さあ準決勝の1本目ですね。ここは小原選手とレイ君、小原選手先絶好調。まずスタートね、ヒロミの先、そこがもう最低条件。あとはレイ君トップスタートで来い。準決勝スタートしました。注目の 20m 線のスタート。さあ砲胴体1コーナーには、さあ小原君まず残した。最終班からは2級の佐藤麗がスタート先手、さらには山本須波という並びになりました。先頭は池田康則、2番手には金子はつけています。3番手から福田がアプローチ、その後ろ小原、さらには岩田博美、ここを攻めに行くのは佐藤麗。さあちょっと混戦になるよ。ここからと膨らんだ3番福田裕二、後ろから小原が小回りで3番の福田裕二を捉えにかかっています。この3コーナーの突っ込み、そこを小原君行かないと、そこはかないと、そうそこは頑張らないと。狙いを定めております。残りは4周回、池田が逃げています。さあそこで抜きやすくなった。3番手には小原望む、チャンスを伺いながらの競争は佐藤麗、現在4番手。その前には4番小原が立ちはだかる展開。人気の2人が3、4番手、ぐーっと外から7番。さあそこで切り返しながら入ろう。モーションをかけようとしていますが、小原は先に前に上がろうとしています。さあ残り何周、1コーナーでちょっとバイクを引いた小原、外から佐藤麗、そこ頑張んないと小原君。ここで一気に小原を抜き去るか。小原は勝敗を負ける生命線、この3、4コーナー。いやそれなきついよ。すでに起きております。4コーナーの立ち上がり、先頭は1番の池田康則、2番打佐藤麗、残りは2周回終盤戦です。さあ麗君、じゃあ行こう。佐藤麗、さらには砂見和幸、この辺りは両選手のまくり合戦になっております。池田康則が先頭だ。佐藤麗が3、4コーナーまくりを決めるか。いや池田の抵抗にやっている。津波がチャンスを狙っている。残り1周ブルーブラック、池田の頑張り、明けっぷりよく佐藤麗が力づくでまくり切りまして先頭に立っています。さあ砂まくりが出るぞ。7番ついていこうと津波和幸、最終コーナーに向かっています。池田と津波、最終コーナー津波のまくりが決まった。小原は4番手、最終コーナー佐藤麗が先頭だ。よーし麗君頑張った。先頭で5レーン。
さあ2本目の10レースですね。ここは山田敦しっかりねスタートから岡部さんより先に行って、どん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 もう先に行って先に行って先に行って頭まで1枚山田敦スタートから勝負じゃん。来いうわ岡部さんに先行かれか。いや山田も上々な加速度であります。そして10メートル線では外から稲原良太郎が一発で差し合い取りました。レースをリードするのは福良、2番手には稲原、1周目突き合っちゃうか。さらには池浦古樹の順、その後ろから5番の篠崎みのるにぴったりマークするのは泉田俊介、後方7番手に岡部、最高方から山田、レースは2周目に入りました。いや岡部さんにあんまり付き合うな。山田付き合い昨日に続いて連勝なるか。2番手からじわっと差を詰めるのはこちらも連勝になっている。そこで入ってけ稲原良太郎、入れねえよ。稲原3番手には4番古樹が、ここで池浦をさばきましたがやや膨らんだ。後ろから前が詰まってる。篠崎さん行ってくれ。残りは4周回、3番手以降が混戦状態になりました。ここをまくりで活路を開こうという泉田俊介、しかしブロックするのは篠崎ミドル突っ張る。インコースから岡部がチャンスをかけます。山田敦の道がない。8番の山田は序盤決められず最後尾であります。ダメだ。こうなると先頭まだ厳しいか。残りは3周回、さあ福田さんには稲原残しすぎだよ。後続を大きく突き放しました。古木が3番手、池浦篠崎が続いてインコースから岡部、岡部が突破口を見出しました。混戦から抜け出した岡部が4番手の位置、山田依然としてまだ最後尾8番手を回っています。残りは2周回終盤戦、このまま行くのか。さあ1番手が上がる、3番手上がった、終盤戦怒涛の追い上げを見せるのか。ややにコーナーで膨らんだ稲原良太郎に差を詰めてくるのは岡部聡。3コーナーから4コーナーでは山陽勢による首位攻防戦、優秀争いになりました。2番手の稲原の内をついて大壁攻め上がる。ブロックしている稲原、うわ福田さん頭だよ。2番手稲原外を攻める大壁、これが効果的面。3番の大壁重なってるからこれ無理だよ。3番手の岡部さん最後最終コーナーでは明けっぷりよく、さあ決死の覚悟で2番手、さあ先頭の福田並べかけている。先頭の福田さんだおめでとう。ここは一番人気に応えて連勝なるか。スタートまで10秒前。さあ11レースですね、永井大輔登場ということでですね、今日もスタートバチッと切れるかどうか、小方選手とねスタート争いだと思います。牛田選手頑張ってください。牛田さんも来い。スタートしました。大輔早いな今日も。大外から5番の山田雅宏トップスタートを切りました。そして最終ハンデからは8番の永井が先手。永井大輔行った。高木をまずは一発で捉えた3コーナーの動き。先頭は牛沢、2番手石橋大、その後ろから山田雅宏が一気に先頭に上がるのか。間を割ってホームガードは2番手に上がっています。競争は2周に入りました。先頭牛沢、2番手、ここで山田正弘が膨らんだ牛沢を救って先頭に立っています。さらには永井大輔、うわ大輔行った、石橋牛沢のインコースを振り込むようにして 3,4 コーナーのカーブで永井が2番手に上がっています。牛沢さん頑張って。するのは山田、2番手には永井大輔、3番手は中山徹が上がってきております。そして4番手には2番の石橋大、その後ろから伊藤昌磨という体勢になりました。先行するのは山田雅弘、2番手から永井大輔、4コーナーを立ち上がりまして、こうなると永井のレースか。残り3周回で永井が先頭に上がりました。2番手では山田、追い込んでくる中山徹、さあ先頭争いはと山田が打ち終わりましたが入り損なった。外から中山徹のまくりが決まった。 3,4 コーナー2番手に中山が上がってきています。さあ雅弘2車回残れるか。伊藤昌磨も来ている。残りは2周回終盤戦です。開けて中山徹が2番手の位置、山田雅弘3番手、伊藤昌磨が4番手の位置。3コーナーから4コーナーに向かいまして、山田の外から伊藤昌磨切り返しの体勢。ホームスレッジ側では伊藤昌磨3番手、残り1周ブルーフラッグ、先頭は中山徹、3番手は伊藤昌磨、もう一度山田雅弘、差し返そうとしておりますが、ここは伊藤昌磨を抑えています。先頭は長い、2番手は中山徹、さあ中山が最後は長いに並びかけているぞ、並んだぞ。大輔まず勝
です。スタートまで、さあ最終12レースですね。このレース若がですね、この最重班3社の中で早くね抜け出せるかどうか、そこがポイント。さあ頑張れ若。さあしんちゃんがスタート遅れてるよ。あやちゃんが言ってる。ギリギリ上がりを残しました。先頭は1番のアクツ、2番手は2番のシエドニアつけています。若がドンケツや。さあ菅野が前の2社を早めに捉えたいところ、後ろからは7番の掛川が萩山真の内を捉えて、さらに1コーナーでは松尾綾の内を狙います。おっと滑りました松尾綾。ここで掛川が松尾の内を狙って3コーナー入ってきました。わ、ってる。先頭はアクス、2番手には塩富がつけています。菅野博人が3番手、ここを滑りに行くのは掛川勝人、バタイドの松尾上がってきています。ここには4周回、あっと中段の争いが激しくなっております。ここは若井東和が掛川勝人を捉えました。あやちゃんも伸びてるよ。もう一度伸び返しています。うわ若そこ引いちゃうと結構きついぞ。3、4コーナーのカーブ、先頭はアクス、2番手に菅野博人、掛川勝人が3番手、残りは3周回。若井東和も慌てず騒がず、今4番手あたりまで上がってきています。さあ菅野の枠に食い止めるか、アクス、掛川勝人が打ち上げると一発突進見舞うか。ここで菅野博人の行く手を遮るようにして掛川が先頭に上がりました。残りはさあ若も抜けてくるか。さらには優勝戦圏内をかけまして菅野博人、若井東和、松尾綾の攻防になります。ここで内側から若井東和が入ってまいりました。3コーナーから4コーナー、外には松尾綾もおります。さあこれは若井東和どうか、同体の状況、残り1周ブルーバック、掛川君の頭だよ。これはゴール前はなかなか取れません。先頭は掛川、2番手は若井東和、3番手が松尾綾、直線伸びる松尾綾が、さあ若井東和に襲いかかる、まもなくチェッカーブラック、掛川選手の勝利。おめでとう。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いや最後掛川君素晴らしい走りでございましたね。夏を終わってもまだ掛川くんの時代は終わっておりませんね。明日優勝戦どんなレースになるか楽しみでございます。ぜひ皆さんチャンネル登録をしてお待ちください。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。明日本場で会いましょう。最後にお願いです。チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。